ホワンホアタム維新7年1月5日は、ベトナム東北部、爆山省のイエンテイ県を中心に25年に渡って繰り広げられたフランス植民地政府への抵抗運動である、イエンテイキギの指導者、イエンテイの虎とあだ名された。本名は、チュオンバンタム。ホワンホアタムは自称の一つであり、反政府活動家としての通り名は、デタムであった。 彼は王朝には決して使えることはなかったが、自らの地位を示すものとして、礼毒の出が入ったこの古書を選んだ。フン・イエン、ショウ、ティエン、ルー、ケンに生まれる。父のチュオンバンタンと母のリュオンチミンは、グエンバンナンとノンバンバンが率いた孫大君に参加して命を落としており、父方の叔父は、その際に生をチュオンからホアンに変えている。19世紀後半のベトナムでは、 フランス植民地政府に対するベトナム人による決起が多発していた。ベトナム語ではこのような反政府運動をコイギアと呼ぶ。タムは16歳で大チャンキギに参加。憲服元年3月にフランス軍が爆人賞を占拠するとチャンク・アン・ドアンが率いる爆人キギに参加。西安氏4年4月にリオンバンナムが裏切りで命を落とすとタムはイエンテイキギの指導者となり、 イエンテー県を拠点として、多くの農民運兵を集め、幾度もフランス軍を撃退した。有名な戦役となった、聖ス氏2年12月のリュンホーチョイの戦い、聖ス氏4年2月のドンホムの戦いの後、フランス軍は、聖ス氏5年から聖ス氏7年までにわたって、イエンテ軍の鎮圧を試み、降伏させるために、周囲の村落を破壊したが、タムは柔軟な戦術を駆使して、 フランス軍に重大な損害を与え、勝利を得ることに成功した。聖安市9年12月にフランスは、イエンテー軍と一時的に和睦し、イエンテー軍は、ハノイにおける、フランス人の安全を、フランスはタムが、イエンテー県の領主であることを認めた。聖安市9年から維新3年の間もイエンテー軍は、支配地の拡大に努め、ハノイ近郊にまで迫った。また、国境を越えて、 国旗軍や孫文の革命党とも連携し、ファンボイ、チャウやファンチューチンなどのベトナム独立運動の投資とも積極的に関わり、制圧し18年には随誕会にも名を連ねた。維新2年にハノイ脱会のため、フランス軍の食料に毒を盛る事件を起こす。また、ハノイ駅、ハノイ中央郵便局、フランス軍の兵衛、ドゥメール橋を爆破する作戦も計画していたが、 これは密告により失敗した。維新3年1月に、フランス軍は1万5000人の兵力で、イエンテイ軍に対し総攻撃を仕掛けた。イエンテイ軍は大軍に転戦し、タムダオ県などで、フランス軍と戦った。維新7年に壊滅。タムは3艘の船を乗っ取り国外逃亡を図ったが、後に裏切りによって、フランス軍に捕獲され、2月10日に、 タイグエンで殺されたとされる。ホーチミンもタムを深く尊敬していたため、ベトナム共産党においても歴史上の英雄として扱われている。ハノイのバディンクにはその自責を記念したホアンホアタム通りがあるほか、ベトナム各地にデタム通りが存在する。ありがとうございます。